ミスタードーナツ、ミスドミーツゴディバプレミアムショコラコレクション、しっとり生地にゴディバのエレガンスをまとわせて、まとわせてたっぷりまとわせて、ミスドミーツゴディバセットでも。よし、お願いします。そうですね。そうです。かっこいい。あ、いいですね。はい、いいと思います。お願いします。お願いします。じゃあどうぞ。おはようございます。お願いいたします。よろしくお願いします。よーい、スタート。よーい、スタート。はい、カットです。よーい、スタート。はい、カットです。スタート。はい、カット。よーい、スタート。たっぷりまとわせて。はい、カットです。よーい、スタート。たっぷりまとわせて。カット。スタート。たっぷりまとわせて。はい、カットです。よーい、スタート。たっぷりまとわせて。カット。カット、はい、せーの。はい、いきます。よーい、せーの。カット。どうぞ。発売も楽しみですし、いや、むちゃくちゃ美味しかったです。本当なんかもっと甘いかと思ってました。うん、でも本当、まあテーマのね、エレガントじゃないですけど上品で、なんかたるくないというか、すっきりもしてるけど濃いなんかチョコの感じもあって、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、印象に残った味か。でもこれ好きでしたね。もちろん全部美味しかったけど、またこれはなんかこのなんかナッツ感とかが違うアクセントで美味しかったですね。うん、なんか すごいですよね。こんなことになるんだっていう、毎年毎年なんかさらに進化してる感じは、ありましたね。はい、あ、見たもので言うと、ちょっと前にあの東京スカパラダイスオーケストラさんお会いしたんですよ。もう全部エレガントでしたね。なんかこうかっこいいスマートなおじさんたちがあのサックスをこうガッて吹く様とか、あと吹いてる時の足ガーってみんなが並んでる足とか、あとそのなんていうのかな、その立ってる足と靴下と革靴と光みたいなステップ感とかはもうまさにエレガントって感じでしたね。なんかこう、落ち着いてるんだけどなんか余裕のある、ユーモアのあるというか、超エレガントでした。はい、なんか優美みたいなイメージありますけどね、そういう感じなのかな。上品で、雅な
で雅まで行くとなんかちょっとツヤ感が強いんだよな。もうちょっとなんかすっきりしてますよね、エレガントって。高級感というか、はい。いや、これクリアしてると思いますね。増えましたね。増えたし、そのちゃんとメモるようにしました。はい。アプリとか、はい。だから増えましたお店は。あとその行きたい店とかチェックする、まあ今ね何でも調べれるから、はい、増えましたね。ピンとか立てたりするやつとか、はい、人に聞いたりとか、あとまあ仕事でいろんなとこ行くので、そのロケ地先とかね、で常にこう行かなくてもなんか見るでピンは押すとかメモるようにはなりましたね。4ラウンド目標にボクシングをずっとボクシングは行ってるんですけど、体力がね、映画で作品でやってた頃が多分これぐらいなんですよ。フルで余裕で動けて4ラウンドとかなんで、今は多分2ラウンドも持てばいい方なんで、今年は本当ごめんなさい、市場で申し訳ないですけど4ラウンド動ける体になりたいなと思ってますが、慣れなくてもいいなとも思ってます。